などの意見が出されました。この大会は来年は長野県で開かれることになっています。レスリングを通じて国際交流を図ろうと、日本とアメリカの小中学生による親善試合が松江市で行われました。これは松江地区のレスリング協会がアメリカ・ウィスコンシン州の小中学生を招き、レスリングをはじめホームステイや市内観光を通して松江市などの小中学生との交流を図ろうと行ったものです。今日松江市の島根県職員会館で行われた親善試合には、双方合わせて38人の選手が参加し、日頃の練習の成果を競い合いました。試合は学年別に行われ、選手たちは父母や関係者の見守る中、素早い動きで相手の足を取ったり抑え込んだりしていました。このレスリングを通じた国際交流は、4年前に松江市で開かれたレスリングの全国大会にウィスコンシン州の小中学生を招待したことから始まったもので、松江地区レスリング協会では今後も相互の小中学生の交流をさらに進めていきたいとしています。次です。今週シリーズでお伝えしている広島の検証。セットは15対3でオランダが取った。